見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。いっけ、うんてい。立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。あ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。
参ったな。どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行く。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。この辺りに無事でいてくれ。この辺りには流れ着いていないようね。
みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空からレモン、この辺本当か、チョッパー。ナミの匂いは俺たちより先になかった。ナミさん、よし、行くぞ。道がねえ、ルフィ反対側だ。よし、行くぞ。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。
あいつらは俺が片付ける。なめんじゃねえ。一発で決めてやる。止まるだけだ。ぶっ飛ばす。おりゃ。さ、なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガソリンだ。飯あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパー、こいつも…いや、腹減ったって言って…敵意はなさそうね。なんだ、それなら…待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え、いやー、ウソップが必ず助ける。これで元気になるぞ。めまいが。お前らぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのあの鳥のくちばし。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、うん、波の匂いがしてる。間違いない。
ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら、なんだ、またかよ。どけ、サル。ある、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。私の番。あなたたちの相手は私よ。ドスフルール。グロップ。てめえら覚悟はできてんだろうな。俺に任せろ。俺。いい勝負だった。もうこれ以上言葉はいらねえはずだぜ。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。海の一流コックは
技もさ悪くないわね。仲間のために強く怪物と呼ばれようと力が。あとはブルック迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ今すぐナミさんから離れ。ナミの回復がありがとう。助かるわ。おいお前、おろしちまうぞ。
ガムゴムのバズーカ！その程度だ。なんで私なのよ！いくわよ！サイクロンゲッポン！これは気を抜けなそうな相手ね。これでどうだ。効かねえな。いけるか。やべえ。まずいわね。こいつ強いわ。サンダーボルト、テンポン！ドスフルール。グラップ。効かねえな。ゴムゴムの。サンダーボルト、テンポン！手ごわいわね。みんな、気をつけて。ドスフルール！グラップ！効かねえな。ゴムゴムのバズーカ！いけんじゃねえか！俺は諦めねえぞ！につき1万ベリーね。これは一筋縄ではいかなそうね。ドスフルール。グラップ。効かねえな。ムートンシャット！ありがとう。助かったわ。ナミさん！無事でよかった！よし！ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ！
ソジジイのケリに近づい。俺は勇敢なる海の戦士ウソップだ。サイボーグフランキーの進化とくと見やがれ。ナミさん、無事でよかった。ああ、ご苦労。前じゃねえよクソ剣士。フランキー、コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ、皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よほほ、恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。おお、こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ。フードバースター。立て直すわよ。危ない。ジョンボーさん、なんだよこれ。さあ行くよ。
あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。